席に座ってぜひご覧ください。はい、それでは皆様大変お待たせいたしました。これよりコーカサスダンスをご覧いただこうと思います。どうぞお楽しみください。という国のホンガカフトという踊りでした。女性は湖面を滑るように泳ぐ白鳥のイメージで、男性は大きく空を飛ぶ鷹のイメージでした。ホンガカフトというのは高貴な世界へようこそという意味だそうです。これからコーカサスのさまざまなダンスをね、これからあと4つご覧いただきますので、ご紹介させていただきます。この後一つ目にご覧いただくのは、コーカサスを通過するシルクロードで商売をする人たちの踊り、シャラホです。彼らは人が集まるレストランなどで踊りを披露したり、面白いことをして人を集めて物を売っていたそうです。お腹に剣が刺さらないようにスカーフを手を使わずに床から取るところが見どころです。次の2つ目は、ジョージアという国の海に面した地方の恋人たちの踊りです。まるで追いかけっこのように恋の駆け引きを楽しんでいる様子を踊ります。そして次の3つ目は、コーカサスの山岳地帯の踊りをリオニ君が踊ります。かっこいい男性の踊りです。頭にかぶっているものにもぜひ注目してみてください。最後の4つ目は、コーカサス王子ジギット君の剣を使った踊りです。見終わった後にぜひですね、皆さんに感想をお伺いできればなと思いますので、よく見ていてくださいね。それではダンスの方準備 OK でしょうか。はい、ありがとうございます。それでは4曲連続でお楽しみください。どうぞお楽しみください。
Thank you.
拍手しみたい。はい、ありがとうございます。4曲続けてご覧いただきました。それではね、改めて今のジギット君と女性のねサフィーラさん、そしてリオニ君登場いただきます。皆さん拍手でお迎えください。アーゼルバイジャー、カッカー、カッカー、よし。皆さん、お話をお願いします。どうもありがとうございます。素敵な素敵なダンスをご披露いただきました3名ですね。これからはですね、最後にジギット君が踊っていただきまし、踊ってくれました。剣を使った舞をぜひですね、皆さんで一緒にやってみようかなと思いますので、ぜひですね、今お配りしている剣をね手に持ってやってみようかなと思います。準備がね整いましたらまた登場してもらおうかなと思います。はい、ではお願いします。改めまして拍手お願いします。それではね、剣の前の方を教えてもらおうかなと。はい、お願いします。どうも皆さん、こんにちは。マハ初号へ、ジギット野崎と申します。今日は皆さんに、北コーカサスの、アディゲ人という人々の剣を使った踊り、サスパーバージャムというものを、皆さんに、簡単ですが、ご紹介できたらと思います。ということで、皆さんお手元にあるスポンジの剣を使って、一緒にやっていただけたらと思います。そして、一緒にやりたい、やってみたいというお子様がいらっしゃいましたら、ぜひ前に出ていただいて、一緒にできたらと思っております。早速浴びてもらって大丈夫でしょうか。はい、じゃあジギット君と日剣も習いたい人、はい、はい、手を挙げて、はい、はい、前の方に来ていただいて一緒にやりたいと思います。じゃあ前の方に上がってきてもらいましょう。ここ来る？じゃあママと一緒に。大丈夫？そうだね。ママと一緒に。じゃあここで。じゃあね、そうですね。席でも大丈夫です。みんなじゃあまず席でやってみましょうか。無理せず自分のペースで。だけどダンスはみんな立ってやらないとできないので、みんなお席から立ってください。はい、どうもありがとう。それではジギット君教えてください。はい。ですね、じゃあ、簡単な動きからやっていこうかと思います。じゃあ最初に一番簡単な動きってことで、みんなにも分かるように、じゃあ見えないスイカがじゃあここにでっかいのがボコってあると思いましょう。でそれをみんなが食べられるように、じゃあ小さく切りましょうということで、何度かちょっとじゃあこの動きをちょっとこういう風な感じでちょっと切っていく感じ、スイカ割りみたいな感じでこうやって、えいえいえいって感じでちょっとやってみましょう。2、あ、上手、4、いいね、5、6、7、あ、いいね、みんな上手、8、いいですね、いい感じにスイカが切れてる。はい、で、次はですね、2つ目の、はい、2つ目の動きをやっていこうかと思います。じゃあ僕ちょっと勝手に名前つけたんですけれど、じゃあこのどうやって名前つけよう。8の字、横8の字、そうだな、みんな分かるように、なんだろう、メガネ、じゃあメガネってことでメガネって呼びましょう。じゃあ上から順にこういう風にシュー、メガネの形に、あ、シュー、上手、シュー、みんなメガネ作るの上手ですね。サバヤシもびっくり、みんな上手です。1、2、いいですね、いい感じですね。じゃあ、はい、ちょっとじゃあ逆側からやってみましょう。逆メガネ、逆さまにかけるとちょっと反対側から、はい、それじゃあ次、こうですね、1、2、3、4、5、6、7、8、いいですね、皆さんいい感じですね。は
じゃあ次、じゃあフォーカサスの人々は馬に乗る選手ってことで、じゃあせっかくなんで馬に乗りましょう。見えない馬が来たと思いましょう。あ、来た、行きましょう。はい、皆さん、はい、渡りでーす、はい、乗りましたね。タンナをしっかりと握って落とされないように。じゃあ次ちょっと、じゃあゆっくり前に向かって、じゃあ手を出しながら歩きましょう。剣を上に上げて回してぐるぐるぐる。次じゃあ後ろに向かって、動けない方はちょっとそのままその場でやっていただいて、ね、ちょこちょこ足踏みしてもらって、ね、はい、いい感じですね。はい、じゃ次じゃあちょっと回りましょう。こっちに、じゃあ一回転。はい、一回転、はい、おまけにもう一回転、はい、ぐるぐるということで、はい、で、 できたらいいんですけど、そのベンチの周りとか椅子の周りでもいいです。軽くちょっと一周歩いてみましょう。ぐるっとこう一周、あ、いいね、いいですね、いいですね。皆さん馬に乗ってますからね、はい、お馬さんに乗ってるよあ、いいですね、早い早い早い、シュンバがいる早いお馬さんがいますね。皆さんバッチリですね。はい、皆さん馬に乗るのがうまい、はい、お世話になりました。で、今やった動きをじゃあみんなで組み合わせて一緒にじゃあ踊りをやっていけたらと思います。はい、はい、はい、じゃあみんなその場で頑張ってね。じゃあ、音楽お願いしてもよろしいでしょうか。準備はいいですか。じゃあ最初の動き、追加終わります。じゃあ次はメガネを作ってみましょう。上から、バッチリ。次じゃあ下からちょっとペースを上げてやってみましょう。速い、みんなできるかな。速い、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 速
んの声せーの、イエーイ。いい感じでみんな遊びましたね。はい、これでみんな馬に乗って戦います。はい、ぜひ拍手。頑張りました。お父さん、ありがとうございました。とてもね、上手でしたね。ありがとうございます。天の踊り、皆さん上手にできたでしょうか。はい、そして、はい、またみんなやってください。皆さんに、またあの、はい、自分に対してもこう拍手してあげてください。はい、皆さんにも自分にも拍手。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、さあ、それではね、この後は